足利義澄、足利義澄は、室町幕府第十一代将軍。在任、明王三年十二月二十七日、1495年1月23日、永正五年4月16日、1508年5月15日。父は八代将軍、足利義政のイボ兄である、堀越久保、足利政友。はじめ法名を成功と言い、原属して、義家、義党。 吉高、そして吉住。性質は、日野富子の命にあたる日野阿古、富子の兄弟であるそう、栄春の娘。明王二年、1493年に、いとこの十大将軍、足利義材、義種が、細川正元によって追放されると、十一大将軍として、擁立された。しかし、英正五年、1508年に、前将軍。 義種を擁立する大内義シが上落軍を起こしたため、大御国へ逃れて将軍職を廃され、復帰できないまま死去した。文明12年12月15日、1481年1月15日、堀越久保、足利正友の子として生まれる。当時、正友の着難でイボ兄の茶々丸が堀越久保の後継者としていたために、 文明十七年十二月、千四八六年一月、おじ、吉政の遺行で天竜寺光元院の後継者に定められ、文明十九年、千四八七年六月、上落して、光元院を継承、出家して、法名を清明と名乗る。長京三年、千四八九年三月、重帝の旧大将軍。 足利義直が死去して義政が後継者を失い、翌年に義政も死去して、室町幕府の将軍の座が空位となると、清明も後継者候補の一人に挙げられたが、この時は、義政の未亡人、日野富子の推挙でいとこで、おじ、足利義美の子である、足利義材、後の議員が重大将軍に迎えられた。富子は清明には、自分が義直と暮らしていた。 小川殿を譲ることにする。遠徳2年1490年4月27日に、この意向が示されると、義財の父である吉美は富子が清明を直将軍に立てる準備と疑い、翌月に小川殿を破却してしまった。これをきっかけに、義財と富子との関係は悪化してゆくことになる。その後、清明は、明2年1493年4月の明の政変で、 機材を追放した官僚、細川正本や日野富子、伊勢定宗らによって擁立され、小吉政の勇士とされて十一大将軍に就任する。しかし、実権は、正本や富子、定宗らに握られていた。明王三年、1494年12月27日の、右国、将軍宣言に先立って、元服の儀が行われるが、一連の儀式は、 足利義政の宣例に従って行われたが、会場は、当時、義住の居住していた、細川正元の邸宅、家官が、正元、李髪が、直行、奈良が政権、ゆする月が正春と、元服の諸役がすべて細川氏一門が占め、烏を被せる正元が儀式で、正元本人が、烏をしこむるのを嫌って、当初予定の二十日から延期されて、 列席予定者から正元が非難されるなど、正元の独占上であった。また、万所執事の役についても、吉政の元服の儀の際に洗礼とされた、足利義満の元服の洗礼が持ち出されて、伊勢氏ではなく、二階堂氏が務めるべきとして、伊勢忠し陸は一日限定で、二階堂直行に、執事の地位を譲っている。ところが、富子が死去し、 吉住も成長すると自ら政務を行おうとして、正元と対立、分岐2年、1502年2月には正元が官僚を辞任する意向を示して、丹波国、後に山巻東城巻登場に下って、吉住に異流さ、8月には吉住が岩倉の近流寺、明前院に引きこもってしまった。復帰を求める正元や伊勢貞宗に対して、吉住は、 武田元信の昭晩州東洋や京都に滞在していた、義財の伊母帝の実装員、吉忠の処刑を、旧、正元もこれを認めた。だが、吉忠殺害によって正元は吉住に代わる。将軍候補を失ったことで吉住を敗することが不可能となり、しばらくは、吉住と正元は、政治的には対立しつつも協力関係を維持し続けた。また、永正元年、 1504年に、細川氏家臣である摂津守護大、薬師寺玄一が正元によって守護大を更迭され、そうになった時には吉住が正元に、解任の中止を命じている。英章4年、1507年に、正元が暗殺され、細川氏、慶長屋の家督をめぐる内向が生じ、英章の作乱、翌英章5年、1508年4月、全将軍、議員、議在より、 海明を擁立する大内義雄の軍が上落してるとの法により、大御国の六角高頼を頼ってくっつきに、さらに加盟軍水口岡山城に逃れた。7月、吉住は将軍を敗され、議員が将軍に返り咲いた。その後、再び勢力を盛り返そうとして、細川住本、三好これなが、長秀伏を京都に侵攻させるなどしたが、 その度に、細川高国、大内義雄、畠山久信らに敗れた。また、議員の暗殺を図ったりもしたが失敗している。永正七年、1510年には議員の命を受けた、高国、義雄らの大江信仰を受けるが、大江国人衆を急行した軍勢でもって勝利した。さらに、文語国の大友近治や張馬国の赤松義村らに、 援助を求めるおうちがきを送るなどして、将軍復帰を目指した。しかし、栄翔八年八月十四日、1511年9月6日、議員高国、吉岡との決戦、船岡山合戦直前に、水茎岡山城で病死した。去年三十2万三十歳没。吉住の死から九日後の八月二十三日に、船岡山合戦が勃発、細川住本、 三好これなが、赤松吉村らが破れて、議員の将軍職が確定した。両陣営は、その後は僕、義住の二人の息子、義春、義綱はそれぞれ赤松吉村、細川の持ち、住本の2位に引き取られた。年代的に近い人物に、畠山高生がいるが、高生は大英七年、千五百二十七年生まれで、本文の通りこの当時、吉高、義住は、 将軍職を辞しているので、返記を受けていない人物とわかる。一部を除き、清の読みは、墨。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。